ブランシュ関税徴収書イタリア関税徴収書1795年から1860年まで、パリはこの壁を境界線として12の行政区と48のカルティエに分けられていた。ティエールの城壁との位置関係フェルミエージェネローの城壁は1789年のフランス革命直前に建設され、パリを取り囲んでいた壁のうちの一つである。フェルミエージェネローとは、 朝税受け負い人を意味するフェルミエ・ゲネロルの複数型で、この壁はその名が示す通りパリに入場する商人たちからの朝税を目的として建設された。フランス革命直前に建設が開始され、ティエールの城壁内のコミューンがパリに併合された1860年に解体された。1782年、朝税受けを意人たちは、ルイ16世に対して、 首都パリ市民が消費する物品の関税を独占的に徴収するための場所を伴った新たな壁でパリを取り囲むことを提案した。この提案は承認され、1784年から1791年にかけて徴税請負い人の共同によって建設された。しかし、この壁の徴税機能は市民の不況を買うことになった。城壁のところどころに設けられた通路は、 関税徴収書と呼ばれた。ほとんどの関税徴収書が、その設計者で建築家のクロード・ニコラルドゥによって、プロパリーと名付けられた建物を備えており、新古典主義、または古典主義のスタイルで設計された。パリ各庁の1860年に壁は解体され、わずかに以下の4つの指紋が保存されるに止まった。ありがとうございます。